皆さんこんにちは、マイスターです。こんにちは、アシスタントのコウメです。今回もガンダムブレイカー2をやっていくよ。前回は確か地球に核搭載の兵器であるビビニダドが迫ってるからそれを止めるって話でしたよね。まさかビビニダドが複数機出てくるとは思わなかったよね。ムービーを見た感じなんとかビビニダドは落とせたけど、主人公はボロボロになっててアークエンジェルには合流できなかったって感じかな。あの状態で離脱して果たして生きてられるのか。まあそこはガンダムブレイカー世界だからね。果たしてあの後どうなったのか、早速続きをやっていこう。とりあえず説明を聞いていこう。ディビニダドとの戦いで地球へ落ち、仲間と合流できないまま、時間だけが過ぎた。君は空へ上がる望みを胸に、アフリカ軌道エレベーター奪還作戦に参加する。なるほど、次はアークエンジェルと合流するために軌道エレベーターを奪還するのが目標なのね。また大きな作戦に参加するんですね。まあ無駄に時間を浪費するわけにもいかないしね。それじゃ宇宙に上がるために早速戦っていこう。いざ出撃。まずは軌道エレベーターまで行かなきゃだね。今回は一般兵士が一緒に戦ってくれるんですね。さすがに僕一人で戦わせるってことはなくて安心だね。でも名前ありのレイヤちゃんやショウマくんですら戦ってくれないから一般兵士が戦ってくれるとは思えないんだよな。もう仲間の脳が低くなってますね。ガンダムブレイカー2の仲間はもうただのおとり要員だと思ってるからね。まあ敵の注意を引いてくれるだけでだいぶ戦いやすくなるし、それはそれでいいんだけどね。あった、押し残しがいるな。背後から攻撃飛んで、しかもこの弾幕量ってこの一般兵士もしかしてスキル使ってくれたりします？圧敵の攻撃だったみたい。撃たれてたのはマイスターさんでしたね。でも普通に戦ってくれてますよ。マジかよ、この一般兵士結構やるじゃん。君たちアークエンジェルに来て一緒に敵軍と戦わないか？いや、ショウマ君たちをリストラしようとしないでくださいよ。仲間はおとりになってくれればいいって言ったけど、普通に戦ってくれた方が嬉しいからね。ほら見てよ、彼らの頑張りを。普通に敵を削ってるよ。確かに今までの仲間だったら攻撃せずに強奪してるってパターンでしたよね。ついに仲間と戦うガンダムブレイカー2が始まったね。さてと後ろにいた敵は排除できたし、先に進みますか。遠くから火力を出そうとしてるみたいだけど、そんなことさせないよ。ここまで近づいたら僕の距離だ。めちゃバラバラになりますね。さすがに体験はクリーンヒットすると雑魚は余裕だね。マジかよ、狙撃兵がいるとか聞いてないんだけど。危ねえ、今のオートガードなかったら大ダメージ食らってたな。随分の反応速度を超えたガードをしてくれましたね。前回の戦いみたいにオートガードで事故ることもあるけど、やっぱり雑魚の攻撃とか防いでくれるし結構いいよね。結局僕みたいにガードしない人間はオートガードに頼るのが正解なんだな。落ちないところなら事故もないですしね。さてとだいぶ奥まで進んできたね。そろそろエリア移動が挟まりそうなんだけど。で、回復装置があるのか。これがあるってことはそろそろボス戦だな。意外とこのステージ短かったですね。確かに一回エリア移動を挟むかと思ったけど、そんなこともなかったしね。さてとお待ちかねのボス戦だ。で、パーフェクトブレードかよ。レッドフレームとストライクのパーフェクトブレードが同時にって結構やばそうですね。パーフェクトブレードの攻撃はモビルアーマーほどじゃないけど結構痛いし、長引くとマジでやばそうだな。しかし標的が複数で出てきた時の対処法は前回のビビニダド戦で予習済みだ。1機ずつ確実に落としていく。まずは火力の高い近接攻撃主体のレッドフレーム回から倒していこう。味方も結構攻撃してくれてますし、もう半分近く削れてますよ。マジでこの一般兵士のすぎるだろ。さすがにエールストライクも僕らの方に来たか。でも関係ない、エールストライクには一撃が重い攻撃はないし、このまま無理やりレッドフレーム回に攻撃だ。無駄無駄、この機体は地味にパーツを強化してるからそんな攻撃は効かないぜ。あったたっつけは普通にダウンするんでやめてもらっていいですかね。ダメージはそんなにじゃないんですけどね。まあパーフェクトブレード機体は何を隠し持ってるかわからないし、ダウンはしない方がいいんだよ。というかよく見たらいい感じに味方が分かれてるな。僕の方に来てる一般兵士は遠くからダメージを出してくれるタイプみたいで、僕が格闘戦をしてる間に撃ってくれてるよ。で、僕を攻撃しても意味ないからって味方の方に行くんじゃねえ。危ない危ない。少しでも攻撃の手を緩めるとすぐにターゲットが変わっちゃうのか。さすがに仲間がパーフェクトブレードに絡まれ始めると面倒なことになりそうだし、仲間の方には行かないようにしないとね。で、いつの間にかもう一匹の仲間も僕の方に合流したのか。でもおかげで予定より早く削り切れたよ。とりあえずこれで一匹撃破完了ですね。ダメージが低すぎてどうなることかと思ったけど、なんとかなったね。あとは残ったエールストライクを4人でボコボコにするだけだ。おっと、そんなところで膝をついたら一方的に攻撃されちゃいますよ。おっ、いいね。これでシールドを持った腕がなくなったし、さらにダメージが通りやすくなった。
でこいつここに来て攻撃パターンを変えてきたのかよ。というかなんかパーフェクトストライクになってない？腕を壊した時に乾燥したみたいですね。上位の早着替えすぎるだろ。でもこの仕様があるなら先にレッドフレーム回を倒しておいたのは正解だったな。さすがに2機で格闘ブンブンされてたらヤバかったかもしれないね。でこいつ結構攻撃スピード速いな。あの攻撃スピードで食らったらパーツが飛ぶって凶悪すぎるだろ。でも角に追い込んだぞ。その体の大きさがアダとなったな。嘘だろここでジャンプだと？危ねえ。ダメージが低かったからほとんど無傷で済んだ。動きは派手ですけど思ったよりもダメージが低いおかげで仲間も耐えれてますね。これでダメージが高かったらマジでヤバい敵だったよ。とはいえ僕の方もダメージが今一つ足りないのも事実なんだよね。今回はなんとか倒せそうだけどそろそろ効果力の何かが欲しいな。おいその HP で逃げるな。おとなしくやられろ。キャラなんで最後の最後でこんな攻撃を打ってくるんだよ。最後に一撃与えてやろうって気持ちが見えてましたね。迷惑すぎるよ。何はともあれこれでパーフェクトブレード部隊は倒したし次はボスだね。誰が来るかな。作戦エリアに高速で接近する敵反応を確認した。エイジ2ですね。エイジ2か。まあパーフェクトブレードよりも強いってことはないだろうしサクッと倒しちゃいますか。まずは黄色のゲージを削るところから。なんか異様に硬くない？結構攻撃を当ててるはずなんだけど全然黄色のゲージが削れないんだけど。なんなら HP の方が削れてますね。あれかな？体が小さいから実は見た目より攻撃が当たってないとかそういうことなのかな。いや単純に硬いだけだと思いますけど。まあそうだよね。でもそういうことならこっちにも考えがある。ひえ、硬いなら手数で落ちた。いつも通りじゃないですか。というか今回 MTD を持ってきてないのにこんなに連撃できるんですね。MTD がなくても覚醒を使うことで MTD 状態と同じ感じになれるみたいだね。そんなわけだから覚醒が終わるまでにできるだけ連撃を入れてダメージを稼がないと。お前も黄色ゲージを回復したか。それならスーパーアーマー同士の殴り合いだ。ふふ、果たしてどっちの火力か。すみません僕のスーパーアーマーなくなっちゃいました。最後は仲間が援護に来てくれてギリギリ助かりましたね。今のは本当に危なかったね。何はともあれこれでミッションクリアだ。それじゃ次のミッションに行こう。さてと次のミッションは何かな。で今更だけど僕たち軌道エレベーターの周りにある都市を攻めてるんだね。軌道エレベーターに到達するためには周辺地域を制圧しなければならない。名も知らぬ友軍たちと共に作戦は続く。今度は確保系の戦いか。このルール意外と難しいし長いしで苦手なんだよな。というか名も知らぬ仲間たちって一般兵士だからってそこまでドライな関係なのかよ。たまたま敵対してる組織が同じだけですからね。もっと仲良くなろうよ。まあ気を取り直して早速やっていこう。軌道リングに敵が新たな兵器を設置したらしいです。メメントモリと呼ばれるそいつは大気圏外からでも地上を撃てるとか。開始早々物騒なこと言われた気がするんだけど。核の次は大気圏外からの地上への攻撃ですか。敵軍は本格的に地球を滅ぼす気らしいですね。攻略の仕方が火力高めなのどうにかならないかな。これガンダム界における大量破壊兵器を網羅しようとしてるよね。大体の敵は核のだけとか多いですけどガンダムブレイカー2の敵は何でも使ってきてますね。それに比べ僕らはモビルスーツのみで戦わないといけないと。これ勝てるのかな。やるしかないですよ。それにはまず軌道エレベーターの確保からですね。大気圏外から攻撃してくる兵器が配置されてるって話なのに第一段階の難易度が高すぎるって。それにしてもなかなか B 地点を確保できないな。おっやっと取れた。よし、この確保系のミッションは先に確保した方がだいぶ有利になるしいい感じだね。オラオラ今更入ってきても遅い。空拠点確保できてますからここからは守るだけで勝てそうですね。その守るのが難しいんだけどね。まあ今回は新しいパーツ構成にしてきて火力と射撃能力を上げてきたしなんとかなると思うんだけど。いやぜ、B 地点に全力を出しすぎて A 地点取られちゃった。それどころか全拠点取られたんですけど。マジで何やってるんですか。拠点に敵が集まってるし今のうちに新拠点を確保しちゃおうって思ってたんだよ。でもまずいな敵の数が多いから適当に確保しようとすると数の暴力で空いた拠点が取られる。しっかり考えて確保しないとダメですね。いくら優秀な仲間とはいえ拠点を守るのは難しいみたいだし僕が考えないとダメか。とりあえず一旦 C 拠点確保。このまま B 拠点を攻めますか。レーダーを見る感じ仲間は B 拠点の中で戦ってるみたいだし周りでチクチク敵を撃破していけばいつか取れると思うんだよね。
で、お前は何しに走り込んでるんだ。そう、今の一瞬で空いてる拠点に向かうとか敵の AI どうなってるんだよ。あまりにも判断が早かったですね。この判断力が仲間にも欲しかったです。ただ今の攻防で仲間は B 拠点を確保してくれたね。これで2拠点確保の状態になったし、もう一度守りの体勢に入ろう。また取られると面倒ですからしっかり守りましょう。って言った途端取られちゃった。敵の確保のスピードどうなってるんだよ。一瞬でも拠点の外に出るとすぐに確保されるじゃん。仲間が拠点の中に留まってくれたらそこら辺も楽になるんですけどね。そういう命令する系のシステムないからそれは難しいんじゃないかな。というかこれ今更だけど B を起点に守るんじゃなくて逆に B を無視した方が楽なんじゃないか。逆転の発想すぎません。いや A 拠点と C 拠点にはカタパルトがあって一瞬で移動できるから想像より移動が早いんだよ。ほらこの通りね。確かに飛ぶだけで拠点の近くまで行けますし結構いいかもしれないですね。これが固定概念の破壊ってやつか。やはり一見ネタみたいな戦術が時には刺さる時もあるんだね。よし、守り方も確立したしこのまま守っていこう。このまま何もなければいいんですが。ふぅ、なんとかここまで相手のゲージを削ることがした。さすがに僕らのゲージも半分まで削られてるから気を抜けない戦いだったけどようやく終わるよ。本当にこの拠点確保のルールは難易度が高いですよね。プレイヤーが負けなくても失敗にするし普通に一人じゃ守りきれないこともあるもんね。こいつ倒されそうになったからってマンモスに乗って運命しやがった。ふざけるな、早く降りてこい。さすがに引かれるとシャレにならないな。でもその時間も戦力ゲージは削れているのだ。よしクリア。想像以上に疲れたしもう拠点確保系のミッションはしたくないよ。それじゃ次のミッションに行こう。さて次はどれかな。多分したのですね。うげ、また拠点確保系か。まあ説明を聞いてみよう。目的地へと近づいている。この地域を制圧すれば軌道エレベーターへの道が開かれるだろう。もう軌道エレベーターの足元ってこともあってここをクリアすれば軌道エレベーターですね。意外と早かったな。それじゃ宇宙に上がるためにも早速やっていこう。いざ出撃。今回の拠点もさっきとあんまり配置は変わってないね。それならさっきと同じ作戦が使えそうだね。まだ半分は残っているとのことです。やられたんじゃないか。普通ならとっくに撤退だ。結構順調に進んでたと思ったんだけど味方の軍はもう半分しかないないのか。一般生産も言ってますけど半分いなくなってもまだ攻め続けてるのは結構無茶な作戦ですよね。まあそれだけこの作戦に欠けてるってことだよ。実際敵は宇宙から核やら何やらでいつでも地上を攻撃できるし僕らは宇宙に上がらないとにっくり殲滅されていくだけだからね。僕たちにも何か戦況を変える兵器があればいいんだけど。やはりモビルアーマーですか。それがあればどれだけ楽になることか。風ようやく半分か。ゲージを削られてはいますけど今回はずっとリードしたまま来れましたね。まあだいぶ守るのも慣れてきたからね。おっとエースキのデスケルがこっちに来たか。え、嘘だろ、何もかも無視してどこに走ってんだ。というかこのサンドロックもなんか拠点にバックしてるんだけど。お前は一旦ここで破壊しておく。おすすめされたからゴッドガンダムの腕をつけてきたけどおかげで使えるゴッドフィンガーがいい火力してるな。さてあとは走り込んでいったデスヘルの駆除だ。一般兵士くんが地味に足止めをしてたおかげで拠点を取られずに済んだしなんとかなりそうだね。で一般兵士くん暴走族になってるんだけど、あっ壊れた。仲間の乗り物に乗ってくれるんですね。敵から奪ったりはしてくれないけど乗ってない状態で放置しておくと割と乗ってくれるよ。乗ったら引くだけでダメージを出せるし結構強いんだよね。でまたデスヘルが走り込んできてるんだけど、こいつ無理やり C 拠点を確保する作戦してるな。しかしそれをするなら B 拠点にもっと戦力を割いて僕を B に寄せてからするべきだったな。おっと近距離で僕に勝てると思わない方がいい。ゼロ距離ゴッドフィンガー凶悪すぎますね。リロード時間が長いのがネックだけどエース機相手でもいいダメージが出るし強いよね。さてと、これでゲージ削り切り完了だ。俺たちが一番乗りか。だが突出しすぎている。下がって味方と合流しますか。そうだな、少し下がった方が。動け、ついてこい。くそ、出間抜けだ。突破して味方と合流するぞ。連動だからな。
なんだ？ここに来れば会えると思ってた。迎えに来たぜ、ヒーロー。そんなあの有能だった一般兵がこんなにあっさりやられるなんて。これも戦争の非情さを表したシーンなんですよ。まあ何はともあれレイアちゃんたちと合流できましたし、次からはレイアちゃんたちとですね、彼ら期待できるんだろうか。というわけで今回はここまで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、Twitter のフォローお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。